佐賀市では今朝、今シーズン初めての海苔の入札会が開かれ、買い付け業者が色や柔らかさを確かめながら入札価格を決めていました。水温が低かったことなどから出品枚数は去年の初入札より少し減りましたが、海苔の質は良く、1枚あたりの入札価格は不作だった去年の2倍以上の平均 33.9 円で、秋目海苔としては記録に残る中で最高値となりました。黒い去年と違いまして、美味しい海苔が、取れております。天候で変わると思うんですが、11、12の雨を期待しまして、豊作を祈っております。今年は何としても漁師ともに日本一を奪還したいと思います。佐賀県有明海漁協は今シーズン平年並みの販売枚数17億5000万枚、225億円の売り上げを見込んでいます。